はい、どうも皆さん、おはようございます。クーピーです。今回からですね、新しいカメラと、今までは iPhone 13 Pro で音声ももう撮ってたし、そのままカメラも iPhone 使ってやってたんですけど、新しいカメラをちょっと導入しまして、そのカメラとこうね、結構ね、その後ろ向くんで、パソコン見るために iPhone の普通のカメラのマイクだと、もうこっち向いた時にめっちゃちっちゃくなったりとかなってたんで、今回からね、ちょっとこのピンもつけました。新環境でちょっとうまくいくか分かんないですけど、はい、ということで、ついにですね、現在のドラム音源最強スーペリアドラマー3を V ドラムで叩いてみたを、やってみたいと思います。じゃ早速ね、これいつものまず V ドラムで叩くためのセッティングから、まずセッティングからミディ選んで、ユーザープリセットをオンにします。で、うちはここはローランドの TD50 なので、それを選ぶ。もうこれだけです。これだけで、このキットは2タムがないんで、これスーペリアドラマー3買ったばっかのデフォルトのキットなんですけど、ワンタムワンフロアですね。もうこれで使える状態です。ちょっと叩いてみます。もちろんシンバルチョークにも対応しております。シンバルチョークっていうのは、こういうことですね。この長さも止める時の感じで自由自在に操れるんですけど、今の感じだとちょっとね、個人的にはハイハットが、まあちょっとクローズなのに開きすぎいう場合ですね。これ今全開踏み込んだ状態です。ちょっと、もうちょっとチって言ってほしいで、個人的にはそういう場合はセッティングのハイハットペダル、ここ選びまして、このセッティングモードに入ります。これぐらいね、弱く叩かないとクローズ感出ないんで、今のベロシティ踏み加減だとオープン判定にちょっとなってるんですよね。それをこれで、ここで90のあたりでオープンクローズで、これオープン具合の段階もサンプルでね、どういうサンプルにこう切り替わっていくか、スーペリアドラマーが、それが結構細かく指定できます。これで今踏み込みがクローズになったんで、こんな感じで自分のお好みのこのハイハットの開き具合もスーペリアドラマーでは細かく調整することが可能です。で、一番最初にですね、スーペリアドラマーイコールもうすごいドラム音源っていうね、イメージが
きっと世間にはあってですね、初めて買ってこのキットとそれぞれまあスネアは何種類もあるんですよね、いろいろ。まあいろいろあるんですけど、タムもね、パール、ヤマハ、ラディック、グレッチ、いろいろあるんですけど、これ聞いてみた感じ皆さんどうですかね。スーペリアドラマ2と3ってもう全くライブラリーがデフォルトのライブラリーが違うんですけど、スーペリアドラマー3になってジョージ・マッセンバーグさんっていうね、もう超大御所のエンジニアさんが撮ったってことで発売当時話題になったんですけど、なんかねドラマーが好きなドラムの音してるんですよね。古き良きドラムの音っていうんですかね、こう今の J-POP とかポップロックみたいな、まあそのミックスしていけばあれなんですけど、にしてもちょっとなんかこうモダンじゃないなっていう、そのセットのチョイスとかもね、まあ、いろいろあるんですよ。ポップロック、クラブキット、これはエイオットセットが、ちょっとあのマルーン5みたいなね、とか、これなんだろう、これは混ぜ混ぜかな、タムはグレッチ、違うな、プレミア、ちょっとあの90年代っぽい、いろいろ入ってるんですけど、なんかね聞いたザーッと聞いた感じあんまりモダンじゃないんですよ。だからスーペリアドラマー買うイコールお気に入りの別途ライブラリーを買うっていうのはもう基本かなと思います。でセールしないんですよね、あんまり。物がすごくいいんで自信満々にもちろん売ってると思うんで、なかなかセールしないんで、セールって言ってもあの、まあ、ライブラリーがちょっと安くなるとかミディつけますとかね、まあ、そういうなんか商法で、あんまりスーペリアドラマー3自体が安売りになることはあんまりないので、ブラックフライデーとかでもね、もう買いたい時が買い時です。でさて、あのシリーズずっとやってきて、でスーペリアドラマーに来て、なんでこう V ドラムでやる必要があるのかっていうね、鍵盤でも打ち込めるじゃないですか。まあ、ポチポチ鉛筆ツールで置いていってもいいんだけど、そういうのじゃなくてわざわざ V ドラムで入力する意味っていうのがあって、それをねちょっと見ていただきます。さて今撮りました。じゃあこのデータを見てみます。まあ、いわゆる普通のミディデータなんですけど、オートメーション見るとですね、この線がねいろいろ書き込まれてるの分かりますかね。このね線がポイントでして、まずフットコントロール、これね、ここ、これあのハイハットペダルの開け閉めの、ピアノとかでいうサスティンペダルとかとまあ同じようなもんですよ、感覚的には。こんな感じでね、ハイハット、これはまあ分かると思うんですよ。でこれ何かっていうとですね、
スーペリアドラマーは打点位置をこう検出するんですよね、この V ドラムの。普通の生ドラムでもこうリブに近づくとだんだんあの高くなってサスティン短くなっていくんですよね。硬くなっていくんで、張ってある分で、センターに行くほど、まあ、太くてビッグな音になっていくんですけど、このデータが、V ドラムから DAW に対して送信されていて、でこれは別にモドドラム使ってようがアディクティブドラム使ってようが何使っててもこのデータは V ドラムから行くんですけど、それをドラム音源が受け取れるか受け取れないか、受け取ってそれを音として再現してくれるかどうかまた別の話 で、スーペリアドラマーは V ドラムから来た打点位置をちゃんと音に再現してくれるんですよね。でこれは同じあのトゥーントラック社の EG ドラマーはこれには対応してません。でスーペリアドラマーで EG ドラマーのライブラリって読み込めるんですけど、 EG ドラマーのライブラリ自体が対応してないんで、スーペリアドラマーに読み込んだとしてもそれは再現できません。もう入ってないんで、そもそもこのエッジ付近の音、リム付近の音がね、あの EG ドラマーのライブラリでは。これだけでもすごい生っぽいですよね。こういうのがあるんで、いくらエレドラでって言ってもすごいこう生を叩いてるような感覚になれるというか、すごくその変化も自然なんでね、まあ、こういうことができているのがこのスネアのこの打点位置を表していると。でそのデータをDAWに送っているっていう状態ですね。次これが何かっていうと、これ前半入ってないじゃないですか、さっき叩いたやつのね。これはこのライドの打点位置を検出してます。すごくリアルなんです。でジェネラル3、これはタムの打点位置です。最後だけタム回ししたんでね。でこのハイレゾリューションベロシティプリフィックス、これは何かというと、ミディデータは127段階しかないんですけど、それを最大で1024だったっけな、分割より細かくするのがハイレゾリューションベロシティってやつなんですけど、 V ドラムの音源鳴らす場合は確か700何段階に分解してます、その127段階をね。 V ドラムから言ってるのがその700何段階の細分化したハイレゾリューションベロシティなんで、まあ、700何段階、そんなサンプル、まあスーペリアのスネアとかに入ってないと思うんですけど、ある程度、127段階以上に細かくしてるのかなと思います。これらのデータを果たして鍵盤で打ち込んだ後全部これ書き込めるかっていうと、あんまり現実的じゃない気がするんですよね。だからその演奏してる時に同時に、ダーッとデータがいってるんですよ。で、これ TD50X っていうもう一個新しいやつ、V ドラムの音源部があるんですけど、それと最新のハイハットのペダルだと、ハイハットの打点位置も検出してそれ吐き出すんですけど、ちょっとここにないんで、試したことがないんで分かんないんですけど、もしかしたらスーペリアドラマー側でその音源を受け取って
ハイハット。ハイハットだけでもスーペリアドラマってものすごい数、なんか鍵盤やっていくとあるんですよね、音が。だからその打点位置もより細かく再現できるようになっているのかもしれないです。なんかなってるような気がします。だからここにダウに送られるMIDIデータもさらに増えると、コントロールデータも。でこういうのがあるんで、まあ V ドラムで叩く意味があるかなと。で今回その V ドラムで叩く意味をちょっと解説したかったんで、でそれが これだけ受け取れる音源って、ちょっと僕の知る限りはスーペリアドラマだけなんですよね。もしかしたら BFD もいけるかもしれないですけど、ちょっとあの僕のパソコンもう BFD 入れてないんで、ちょっと試せないんで、もし試せる方がいたらね、ぜひ情報をいただければと思います。最後にあのライブラリーの買い方、スーペリアドラマは僕の中ではもう追加ライブラリありきだと思っていて、どこどこのキットとかっていうより、結構エンジニアさん、有名なエンジニアさん、まずデフォルトキットがジョージ・マッセンバーグさんで、でも他にもいろんな有名なエンジニアさんが、その人の名前で出してるライブラリが結構出ていて、個性強いんですよね。めちゃくちゃモダンなやつもあれば、すごいヴィンテージっぽいやつもあったりとかで、結構まちまちで、サイトでいろいろ聞けるんですけど、音源を2つ以上買う場合、ソニックワイヤーさんが日本の代理店みたいな感じで売ってるんですけど、イージードラマーのライブラリも、スーペリアドラマーの SDX っていうライブラリも、2本の値段で3本買えるっていうパック売りみたいなのをしてるんですよね。で、2本買うぐらいだったら、その買い方をして3つもらった方がいいです。SDX は1個2万2000円なんですけど、4万4000円で3本ライブラリーが買える。EGX、EG ドラマ用のライブラリーは1個1万1000円なんで、2万2000円で3つっていうパックが、そういう売り方もしてるんで、まあいいライブラリーね、いっぱいあるんで、今後もそれね、分けてご紹介していこうかなと思います。ということで、最後ね、このデフォルトライブラリー、曲の中で混ざってどうよっていう毎回のやつをやって終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。以上、クーピーでした。また次回動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、音楽家、オカルト研究日もよろしくお願いします。バイバイ。